県内では今日新たに5人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されましたこのうち仙台市では10歳未満から30代の男女合わせて4人の陽性が判明しました仙台市によりますと新たに感染が確認されたのは宮城野区の新田小学校に通う10歳未満の女子児童と10代の男子児童20代の男性30代の女性の合わせて4人です 新田小学校では今日午後2時以降全ての児童を下校させました明日から来月2日まで臨時休校とし今月31日に消毒を実施する予定だということです